札幌市議会で今日全会一致で可決成立したのは動物園条例です2015年に丸山動物園で動物の連続死が起きたことをきっかけに動物福祉の充実が求められてきましたこの条例では動物園が生物多様性の保全を目的に活動することやそのために動物の飼育環境を整える責任があることなどを定めていますまた。 罰則はありませんが動物に人の格好をさせたり芸をさせたりすることなどを禁止しています動物園について設置の目的を明記した法律などはこれまでなくこの条例が全国初だということです